タンポポの助。道路の端っこで生まれたタンポポの助。毎日毎日、自転車や子供たちに踏まれそうになりながら、頑張って咲いていました。ある日、綿毛になったタンポポの助は、空へと舞い上がり、僕の子供は道路じゃなくて、もっと素敵なところで生まれてほしいな。良い場所がないか、キョロキョロ探しました。ここいいかも。原っぱを見つけたタンポポの助。でもよく見ると、お花や草を引っこ抜いて遊んでいる子供たちが見えました。これじゃあ、咲いてもすぐに引っこ抜かれちゃう。タンポポの助は、また空へと舞い上がります。ふわふわ漂っていると、素敵なお家。庭に芝生がある家を見つけました。タンポポの助が芝生に降りようとすると、犬小屋から大きな犬が出てきて、ワンワン大きな声で吠えました。タンポポの助はびっくり慌てて空へと戻ります。その後もふわ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 、種を落とす場所を探しますが、なかなかいい場所がありません。また道路の端っこでもいいか、と諦めかけたとき、きれいなお花だね。子供たちの優しい声が聞こえてきました。タンポポの助が見に行くと、保育園の子供たちが園庭の端っこに咲いている白爪草を嬉しそうに眺めていました。ここなら大切にしてもらえるぞ。タンポポの助はこの保育園の端っこにひっそりと落ちると、しばらくして、綿毛の先っちょの種から、芽が出て葉っぱが出始めました。先生、見て見て、タンポポの葉っぱがあるよ。子供たちが気がつきました。お花咲くかな？楽しみだね。子供たちは毎日大切に観察しながら、タンポポが咲くのを待ちました。ある日、黄色い花が咲くと、わあ、かわいい。きれいだね。子供たちは大喜び。大切にかわいがられたタンポポは、この保育園に生まれてよかった。とても幸せな気持ちになりました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶ。